はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴田亮でございます。田代様、加賀子様、夏美様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただいてる、いただいちゃって恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。いよいよ年明けて、今年か参院選はなんてちょっと焦ってきておりますけれども、抗がん剤治療があと半分残っておりますので、焦っても何もできないなんてちょっとじりじりしておるところであります。有志から画像提供いただきました。なんか年越しテント村かなんか書いてありまして、テント公園に貼ってある、年末年始の渋谷区なんて読むんだろうね、御嶽公園かな、備蓄公園かな、とにかく美しい竹の公園はこんなことになってたみたいでありますね。炊き出し隊に占拠されておった。ちゃんと公園許可取ってんのかな、公園使用許可な、全然美しくないんですけれども、とある都内区役所の福祉課職員さんからの情報でですね、こういうことをやる目的は炊き出しやってですね振る舞う目的なんですけど、炊き出しに集まったおっさんをスカウトして生活保護でビジネスしたり、沖縄反基地運動に長期で送り込んだり、バイト代払って共産党系のデモに動員したりしていると。たまに共産党系のデモ見かけますけど、中に真冬なのに裸足にサンダルっておっさんいますよ。汚ね足してさ、家がない方なのかなって思ったりしてますけど、こういう連中か。東京五輪開幕式の会場の外でですね、騒いでた連中ですね。NHK で珍しく金もらって参加してました。上の人が書いた掛け声を紙で渡されて、それ後に続けて言うだけ、いうですね、ドキュメントありましたけれども、生活保護ビジネスっていうのはですね、やっぱりこの福祉課の職員さんから聞いたんですけど、生活保護申請についていってやってですね、使えるけど捨てるしかないよなみたいな、冷蔵庫、炊飯器、洗濯機などの家電セットをですね、何にも持ってない人ですから、すぐに自炊とかできるように、それを5万円程度で売りつけたり、悪徳不動産屋と結託してですね、安い物件、家賃2万とか3万とかの、もちろん風呂なんかついてない、ところをですね、生活保護住宅手当の上限5万円。これ自治体によって違うんですけど、東京だと5万2000円だか5万4000円だかでした。これの上限の家賃に設定し、中抜きしたり、つまり2万円の宅部屋に住まわして3万円がめると。毎月3万円ですと、あれですね、美味しいみりになりますね。これが生活保護ビジネスってやつなんですけど、共産や令和はですね、ビジネスのカモが増えるから、スカウトすんのも、炊き出しも大変だし、今そんなカモもう見当たんないっていうことで、外国人生活保護、そのために推進してんじゃないでしょうか。共産とか令和、外国人の生活保護を推進してっとこう。このビジネスのためね。この職員さんからは、こんな話も聞いております。生活に困って福祉課に相談に来た中国人と韓国人の話なんですけど、もちろん全然知り合いでもなんでもなくて、別々に来た連中なんですけどね。それぞれが示し合わせたようにですね、私は習主席の友達だ。生活に困っている。なんとかしてくれ。とかですね、韓国人は韓国人で、私は文大統領の友達だ。生活に困ってるから何とかしてくれって大威張りだったみたいですよ。何言ってんだバカって感じなんですけど、そんなね、一国のトップと友達ともあろう人が、なんで日本で生活に困って貧乏してんのが
全然意味不明ですね。まあ嘘に決まってんですけどね、あの習主席と友達だ、文大統領と友達だなんていうの意味不明なんですけど、日本人いくら困ってもですね、福祉課の窓口で私は岸田総理の友達だなんかくれ、言います？言わないですよね。そんな言おうって考えも浮かばないですよね。なんかね、儒教の影響なんだが、まあ中国韓国儒教がもう染み付いてて取れないんだろうな。まあ嘘っていう概念もないそうですし、やっぱ日本人の思考とは全く異質ですよね。全くの異質。こんだったら契約とか約束とかを重視するキリスト教圏の人の方がまだ話できんな。そういえばキリスト教とかユダヤ教で契約とか約束とかですね、嘘つく人は嫌われるのはなんでかなって考えたんですけど、そもそもほら10回モーゼが神にもらった10の戒め、殺すな盗むなみたいな、犯すなみたいな、まあ簡単なもんなんですけど、でこれを守りなさいよっていう、そもそもがその契約とか約束ごとで始まった、旧約聖書ですよね、モーゼはですね、だからキリスト教圏ユダヤ教圏なんかは約束破るのは許されないことなんだろうな。でも儒教は全然違いますから、中国韓国、似たような別々に来て同じようなことほざきやがって、日本人の思考の外、全く考えつかないような考え方をする。これじゃあね、多文化共生なんか永遠に無理だし、到底に無理だし、最初から無理だしですね。そんな無理なことを多文化共生すんだと、私はこう言いたいであります。全然知らんかったニュース。1876年、これ明治9年だそうだ。江戸時代が終わってから10年経ってない明治9年以来初の民法改正でですね、まあ民法が改正されたことは何回もありますけど、これに関するのが変更になったのは初めてで、今年4月1日からですね、18歳成人ってことになるそうであります。女子の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げ、18歳から司法書士や公認会計士の資格が取得できる。18歳になれば親の同意や許可なくクレジット契約やローンを組むことができる。国籍選択も18歳からできる。これは2つも3つも国籍持ってる人ですんで、一般の人には関係ない話ですけれども、犯罪を犯せば18歳から実名報道、顔写真報道される。酒、タバコ、公営ギャンブルは20歳から。ここは18歳からではならないみたいであります。18歳、19歳を特定少年とし、特定少年、部分的に少年法適用外となる。ちょっと厳しくなるってことですね。成人よりも緩く、18歳以下よりもきつくっていう、なんか中途半端な刑罰になるみたいであります。ネットの話、18歳で成人式やるようになるの？18歳で、世界では18歳からビール飲める国が多い。欧州では16歳って国もいくつかあると。さすがね、昼飯昼からワイン、お弁当とワイン飲む国も多いことでしょう。ややこしいから酒もタバコも刑罰も18歳からでええやんというような意見ありました。女子婚姻年齢引き上げ、私の同級生でですね、16歳で出来婚して36歳でおばあちゃんになってた同級生の女の子いましたけどね。今ではそういう超早熟のカップルって存在するんでしょうか。まあ昔、今から30年40年近く前はそういう子がいた。私あれですから、今でもいるのかな、そういう子な。
警察庁とか法務省の抵抗でですね、下げタバコは20歳からってなったのかな。まあこれの目的ズバリですけど、年金と国保を18歳から徴収したいんだろうな。まあこれですね。それしか考えられませんね。18歳で投票先の判断できるのかって意見もありましたけれども、有権者、投票権与えちゃって、いやいや、今の若者は断然賢いっす。私らなんかよりも断然賢いっすから、私は全く心配しておりません。テレビの言うことも信用しねえしね、今の若者ね。あとよりすぐられた親世代っていうか、今のまあ10代の子の親ってまあ40代だと思いますけれども、40代の中のまともな人、よりすぐられた人しか子供を産んでません。高度経済成長時代のですね、 95% が結婚して出産してたなんて時代とわけが違います。なんか東京いると半分ぐらい、40代の半分ぐらいしか子供いねえんじゃないかなっていう感じにとらわれますけれどもね。で、今の若者は断然賢いです。礼儀正しいし。なんかとある接客業の人がですね、一番礼儀正しい、丁寧なのが20代男子ってツイートしておりましたけれども、それよかですね、テレビ新聞だけの偏った情報をもとにですね、投票している情報弱者の方が問題ですよね。まあ高齢者さんとか主婦さんとかね、約 7% 存在するですね、 IQ85 以下の有権者狙いの政党もしぶといな。変なこと言い続けてる共産とか社民とか令和みたいな党が消滅することはないかもしんないな。85以下の人が 7% いるんだもん。そしたらそれの半分取ったって 3.5% の支持率得られるわけですよね。したら政党として存続できますからね。まあそういう人らターゲットにするのもありかなで、日本改革党もちょっと心動きますけれども、私の言ってることは、ちょっと賢い皆さんじゃないと理解できそうもねえから、無理なんだろうな。ここにいて私の動画見てくださってる方全員ですね、賢い人、まあ、平均以上の人多い、ほぼ全てなんだろうなって思っております。小池百合子都知事、ゼロエミッション東京の実現かなって言って、わけのわかんねえ横文字使い出しましたね。都内の新築一戸建て住宅の屋根にソーラーパネル設置を義務付ける条例制定を目指す方針だそうであります。つまり建て替え、一戸建て、まあ、ビルとかの賃貸じゃ、マンションとかじゃなくてね、これ個人の一戸建てにもソーラーパネル義務付けんだったらば、マンション建てるときは必ずなっていうことにもなるんだろうなって思っておりますけれども、国もそれ検討したんですけど、ソーラーパネル作る、住宅価格上昇を懸念する声が強く見送られた。なんだソーラーパネル代は建てる人が出すんかよ。それじゃカツカツの人どうすんの話なんですけどね。ネットの話です。個人の所有物に強制すんな、いらねえし、都がまるっと補助金出すのか、強制するなら維持費も出すべき。10年経ったら産廃なんですが、それは反射光で近隣と揉める未来が待っている。まあ、ピカピカ光って眩しいなんつって苦情来たり、訴訟沙汰になったり、景観とか一切考えねえのか、廃棄方法は考えてあるのかという意見がありました。ゼロエミッション東京の実現って、まああとわけのわかんないよ、ゴミ使い出してさ、ゼロエミッションっていうなら小池都知事のですね、20の公約の達成率未だゼロ、ゼロエミッション小池、へえですね。2階建て電車で満員電車ゼロとか
言ってましたけど、取りかかる気配もねえしね、国が断念したのは住宅価格上昇懸念じゃなくて個人の自由を保障した憲法違反だからじゃないかなって思います。これ移転の自由とかどこに住むか自由とかいうのにちょっと引っかかんじゃないですか。だって強制されたらさ、そんなのついてる家に住みたくねえっていう自由に関わんじゃないでしょうかね。ソーラーパネルの8割以上が中国のメーカーで、そこを設けさせる意図しかなんか見えないですね。なんだ利権かよ。どうせ中国とですね、中国の会社とインチキくせえ日本の会社が儲けんのかな。小池都知事はそっからキャッシュバックの利権狙いと、世界中のねソーラーパネルの、ポリシリコン、シリコンでしょうね、ポリシリコンの半分以上ですね、ウイグル人が自由を奪われつながれて殴られながら作ってるんですけど、そこは無視？それとも知らないの？バカで小池都知事、ジェノサイド小池、人権無視小池って呼ばれる日も近いですよね。この辺つっつくとね、ソーラーパネルは10年で3倍、廃棄、まあ発電効率が起きて使い物にならなくなるんで、10年で寿命と言われてるんですけど、その廃棄費用まで個人負担なの？強制しといて？それともそこは全く考えてないのかな。小池都知事はですね、バカで浅はかで自分でも理解してない横文字使いたがって病的な嘘つきでですね、公約達成ゼロでも恥知らずで、政府に自分の責任を転嫁することには長けてる以外は、まあ欠点がないんですけどね。そのぐらい、わずかな欠点。まあバカで、浅はか。で、嘘つき。ぐらいしか欠点ないんですけど、まあこんなね、変なことをしようとするときは、過労入院しないであるとか、これ長所って言っていいんですかね。いずれにしてもこんな条例できちゃったらですね、老朽化でやむを得ず建て替えるって人に大幅ブレーキかかること間違いなしですよ。あとですね、火事の時にソーラーパネルってすげえ燃えんだって。水かけるとかえって燃え上がる。あとですね、ならばっつって消防士さんが撤去しようとして引っ張ったりなんかすると感電するんで燃え尽きるまで放置しかないらしいです。この辺ね、どうせバカで浅はかな小池都知事はですね、何も考えてないんでしょうね。浅はかだから。横文字使いたいがためにこれ言ってんのかもしんない。ゼロエミッションって言葉、最近覚えて使いたくてしょうがねえのかもしんない。この動きですね、全国に波及するかもしれません。との条例できちゃったら、真似しようなんつって、神奈川とか、東京にすげえコンプレックス持ってる県知事なんかがですね、真似しようなんて真似すっかもしれない。武蔵野市の外国人投票条例みたいに、できる前に潰しましょうね。そうしましょう。これ議会で承認得ないと、ポシャルだから武蔵野市みたいに条例作るって言われるね。都議会議員に電話しまくってね。具体的になんかこれが進展したら、効果のあるクレームの入れ方、伝達の仕方、また私発表しますんで、その時は皆さんよろしくお願いします。SDGs とかゼロエミッションとか二酸化炭素ゼロとかで得すな中級ですかね。全部プロパガンダですこれ。まんまと乗せられて何やってんだって。豊島区の職員さんも何も考えねえで一生懸命 SDGs やってますんで、他のとこは言えないんですけどね。立憲民主党が前回衆院選の女性候補者対象にセクハラパワハラ調査をする方針だそうであります。なんで男性もセクハラパワハラ受けてかもしんねえじゃんね。これ男性差別じゃないかなんてピンって思ったんですけど、有権者からスカートの方がいいと服装について注文をつけるってことが、必要に握手を求められた事例も党本部に報告された。なんだそのぐらい、調査しなければならないぐらいですね、ひでえことあったんですよ。
書いてないけどさ、比較的緩いのをあの外部に発表してるけど、過去にはだってこんな暴露もあったんだもん。立憲の女性候補、式典などの行事でひな壇に座ると隣の男性にスッとお尻を触られた。これあのひな壇に座るような人だから、まあ議員とか関係者ですよね、その一般人じゃなくてね。あとですね、荒川区の司法書士で立憲公認の区議候補だった山川優奈さん37歳、さんがですね、こんな暴露過去にしておりました。手塚義雄議員とその秘書、東京14支部から立候補予定、木村竹塚元議員に密室で幾度も選挙を辞退するようにパワハラを受けました。木村竹塚元議員はタクシーで私の手を撫でるように触り、そして握ってきました。まあこんな方ですね。山川候補うんざりして立憲を離党、まあ同じ選挙区で木村なんとかが離婚するの邪魔だから辞退しろって圧かけられたみたい。セクハラかましたキム議員はこんな顔をしておるそうであります。まあ自分でキムって言ってるから、まあキムなんでしょうよ。ネットの話、左翼の下半身はゆるゆるやで、金子恵美が言ってたからなんとなく知ってた。いかにも立憲らしい話で何の驚きもない。左翼の本性がまたバレちゃったの。支持者の程度もこんなんで立憲本当に最高っすね。ツイッターのフェミはこれをガムし、俺のセクハラはいいセクハラ言いそうだな。人権だの平等だの言うやつがそれを最も軽視している見本。 Me too 俺もやってる俺もセクハラしてる。Me too ね。立憲関係者も立憲支持者も日頃辛いものを食べ過ぎで前頭葉が萎縮してるんで、なんかね辛いもん食うとアドレナリンが出るんだって。でアドレナリン日常的に出てるとですね、前頭葉が萎縮するらしいであります。理性が効かず本能のまま行動するのは特徴であります。本質的に法や決まりを無視してですね、俺が正しい俺に従えっていう幼稚で未発達な集団、イコール左翼なことはですね、まあ山岳ベース事件で証明済みだとは思いますけれども、俺が正しい俺に従え、お前は気に入らない、外でリンチしますよ、なぜなら俺が正しいから、何度も言いますけど、まあ、左翼は甘えですね。低知能かつ幼稚かつ暴力的な左翼の中に女性候補者を放り込んだらどうなるかっていうのが今回の答えだと思います。なのでちっとも驚きませんけど、多数が呆れて見放した今でも残ってる支持者、これ立憲ができた当時20何パーセントだったんですけど、支持率ね、今では3%台、大部分が見放して予想行きました。で今でも見放さずにしつこくしぶっとく立憲を支持しているような連中はですね、まあ、相当アレな人材だと思うんでね、もっと甘えがひどい共産党、まあ多分ですけど、女性候補者にですね長髪でスカートがいないのは、そういう女性候補がいないのはセクハラ予防のためかもしれないですね。もっとひどいだろうから共産の方が幼稚で凶暴で未熟。この問題ね、ツイッターに生息するフェミはちっともたたかないですね。なぜなら彼女らは立憲と共産とお仲間なんですね。ここもダブスター。メディアもこの問題取り上げないと思いますよ。いいとこばっかりね。これね、こんな緩いこと、しか出さない。なんで調査することになったのか。こんな緩いことしか、こんな緩いこと。必要に握手を求められた事例とか、スカートの方がいいって言われた。そんな緩いことを、しか書いてないのはお仲間の新聞の差し金かもしれないな。立憲のだってね、民放労連立憲支持を公言してますから、ズブズブの仲間っすかんね。立憲に不利なようなことは
新聞も書かない、テレビも言わない。こんなんで公正で中立な選挙なんかできんのが前から言ってますけどね、私はね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。